一番の理由は、同級生上原であったり川上くん岡島、高橋久典ら、多くの同級生が活躍してるっていうところに触発を受けて、自分も向こうで挑戦してみたいという気持ちになりました。立山は1999年から12年間ファイターズでプレーしました。今シーズンは中継ぎの柱として自己最多タイの58試合に登板し、防御率は 1.80。 同じ年の選手からの刺激、そして今年1年間一軍で活躍できたことでメジャー挑戦の意思を固めました。球団も移籍を認めています。自分のサイドスローの利点を大いに生かして、向こうで、投げればですね、厳しいと思いますけども、できないこともないんじゃないかなっていう思いは多少あります。ただ厳しいことには間違いないです。